ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。今日の出会いは奇跡の対談のゲストはですね、いろんな方が今毎週来ていただいてるんですけど、片沼ひなこちゃんです。よろしくお願いします。はい、ですね、まずは私の方からちょっとリードいたしますので、はい、お願いします。まだ今高校生ですもんね。はい、高校生ね。はい、ではまずは自己紹介を軽く少し、はい、おっしゃっていただけますか。よろしくお願いします。はい、はい、岡山に住んでいます。高校3年、17歳の片沼ひなこです。はい、普段女優とモデルとライブ配信をしています。女優とモデルとライブ配信、なんかいろいろやってそうですね。楽しそうですね。ちょっと後から詳しく お伺いします。わかりました。岡山出身なんですね。はい、はい、次に出会いは奇跡のこの映画のそのオーディションを見つけていただいて本当ありがとうございました。はい、ございます。はい、一番最初出会いは奇跡のオーディションをご覧になった時の思いとか感想と、で実際撮影現場に来ていただいて、どういう現場の感想だったかっていうのをちょっと2つおっしゃっていただけますか。よろしくお願いします。わかりました。はい、見つけた時なんですけど、もともと映画に出たいっていう気持ちが強くって、うん、普段モデル活動はしてたんですけど、女優としての活動ができてないなと思ってて、いろんなお調べてたんですけど、うん、やっぱり関東限定だったり、うん、東京限定だったり、私が受けられるオーディションが少なくって、うん、でちょうどこの出会いは奇跡っていうオーディション見つけた時に、うん、私受けられると思って本当に嬉しくって、あとなんかいろんな役柄が今回あったじゃないですか。はい、女優さんもいたし、歌手もいたし、うんうんうん、そうですね、本当にいろんな役者さん方が集まるのかなと思って、本当にワクワクしながら、はい、それとあとオーディションやって撮影した後も関わらせていただけるっていうのが書かれてたんで、はい、いや本当にいいなと思って受けたのが一番。なるほど。で今回オーディションの書類審査が終わってズームがあったじゃないですか。はい、その時もう本当に緊張してたんですよね、私。本当に緊張してて、もう一つ一つ何言おうか考えてたんですよ。はい、全部考えてたんですけど、始まったすぐに空いてるって言われて、はい、もう撮影日全然空いてますっていう話をしたら、もう役決まってんだよねって言われて、ああ僕の方からね。嘘と思って。今回のこの出会いは奇跡っていう映画が初めて の映画撮影の現場だったんですけど、うん、現場どうでした？予想していたのと実際入ってきたのと。いや、なんか本当に重い空気だと思ってたんですよね。ああ、な重い感じで、なんかビシバシやられそうな空気みたいな。なんかもう何テイクももうずっと怒られながらしちゃうんじゃないかなと思ってたんですよ。うん、ないのところなんですけど、なんかもう他の役者さんたちも本当に家族、なんか恐れ多いんですけど、家族に接してくれて、うん、なんか私少し自己紹介していただいた後に、岡山から来たの偉いねとか、高校とお仕事両立してすごいねって言ってくださって、もう本当に皆さん温かみのある方々で、本当に出会いは奇跡だなって思いました。いや、ありがとうございました。毎週これ1週間に1回この出会いは奇跡っていうラジオ番組やってるんですね。
で、はい、今もう何名か対談の収録を終わってるんですけど、もう毎週のようにあの撮影現場がアットホームだったとか家族みたいだったっていうのをなんか言っていただいて、ものすごくあの私びっくりしてるんですよね。あのやっぱりそんな感じだったんですね。日本一アットホームな映画だと思います。あ、いやに、あ、いや、あ、嬉しいな、これ。あの、じゃあイラストレーターの根本真子、今日出れなかったんですけど、ちょっと伝えときますよ、後から。ありがとうございます。いえいえいえ。あの、この出会いは奇跡の、あの、ストーリーも、まあ、台本をさらっと読んでいただいたと思うんですけど、あの、何かその辺のご感想とかありますか？あの、いや、ネタバレにならないように話してください。え、難しいですね。ネタバレならないように。まあ、要はあのイラストレーターの根本真子があの福岡にいた時の下積み時代をそのまま再現するっていう、まあ、映画なんですけど。わあ、どこまで喋っていいのかわかんないな。どんな印象を受けました？印象は。え、まずそのオーディション要項にも。実写映画っていうんですか、なんか実際の本当の事実に基づいた映画っていうのをやってたんですけど、うん、台本見た時に本当にと思うぐらい、いや本当に見てくださる方も感情移入して見ていただけるんじゃないかなと思ってますし、お、嬉しい。見た方がいいです。いや、ありがとうございます。なんか素直で、あ、今高校3年生なんですよね。はい、高校3年生。そうですよね。うん。先ほどあの女優業とライブ配信とか、まあいろいろ今活動高校に行きながらされているとおっしゃったんですけど、まあそのあたりちょっと詳しくお聞かせいただけますか。はい。まず女優。女優のは。一番最初に女優として活動したお仕事が岡山県の岡山警察のリクルート映像に出させていただいて、もともと私がそれは今演劇部に所属してるんですけど、うん、そこでちょうど案件が演劇部に来て、うん、それで出させていただくことになって、うん、で女優としての活動はそんな感じで少しずつやらせていただいていて、うん、モデル活動はモデルね、うん、はい、モデル活動は今シーブリーズのアンバサダーとかしていただいたり、うん、あとあさってにはドレスのモデルをさせていただいたり、あるんですね、あ、女優としてのお仕事でもう一つ、はい、来週に舞台があります。来週っていうのはあのこれちょっとあの放映されるのが多分8月ぐらいなんですけど、うん、まあ、6月の、ま、末ってことですね。なので今、あ、なるほど、稽古してます。あ、そうなんですね。あ、いや、なんかものすごく一生懸命頑張ってらっしゃるというか、やっぱりそういう表に出るのが好きなんですね。はい、もう小さい頃から両親からもひなはあのモデルになるんだよって言われてて、もう私はそれを信じ込んじゃってうん、なるほど、なんだってなって、でも小学生から中学生の間にもいろんなオーディションを受けてきたんですけど、うん、やっぱり一人で東京に行くっていう怖さもありましたし、うん、なんかやっぱり親元を離れたくないっていう気持ちが本当に、うん、私調査だったんですけど、うん、高校生になって、まあ、いろんな人と出会って、うん、女優業を目指してる方とも出会ってきたし、うん、それで高校生から活動していくことができました。あ、じゃあ中学生まではあの一応活動してたけど、まあ、親と一緒に活動してたみたいな感じっていうこと。オーディション、うん、そうですね。じゃあもう今はもうご自分からその岡山から東京にあの来ているんですね。はい。がすごいですね。岡山から東京でまあまあ時間ありますもんね。そうですね。毎回夜行バスで。夜行バス。最低度。
いやーすごいな、その行動力と勇気はですね。あとそのライブ配信っていうのは今どんな感じでやってるんですか？今17ライブ入ってて、うん、今半年ぐらい経ったかな、半年で、うんうんうん、本当にいろんなファンの方が私についてくれたりとか本当になんですけど、うん、あ、なるほど。ライブ配信17ライブの方でされてるんですね。はい。それはなんか毎日やってるんですか？週に何回とかやってるんですか？そうですね。今ちょっと舞台の稽古が平日に結構長い時間あるので、うん、高校生が10時までなんですよ。うん。それまでに間に合わなくって、普段は毎日してるんですけど、最近は週3回くらいで。あ、なるほど。学校終わってからやってるんですね。はい。片沼ひな子ちゃんの名前で検索できるんですか？それはまた別のあれかな。名前は別でやってるんですかね。いや、ひな子でやらせていただいてるんですけど。あ、なるほど。これ後からというか、あれですね。要はその ID というか QR でも読み込めるんですよね、スマホで。はい、ちょっとこちらの方にQR を今準備させていただきたので、YouTube をご覧の方は、今ラジオだけ聞いていらっしゃる方は FM 技能湾を YouTube で見て、 YouTube の方でこのQR をピコンと見ていただければと思います。ひなこちゃんですね。いえいえ、なんかすごい元気ですね。だけど明るいというか元気というかね。え本当にポジティブで生きてますから私高校3年生ということは、これから のプランというか、どういう感じで考えてらっしゃるんですか？残り1年は、まあ、学校生活とお仕事を両立して、うん、お仕事どんどんたくさんしていきたいなと思っていて、うん、高校に、うん、で高校を卒業したら東京に上京する予定で。あ、なるほど。卒業して、まあ、上京というのは東京の何かそういう学校とか専門のところに行く感じですか？いや、もう一人暮らしで女優業でそれまたすごいですね。本当に行動力で生きてますね、私。いや、何かの、まあ、お仕事をしながらするのではなくて、もう女優業に専念するという専念したいという、そういう希望があるわけですね。はい。ものすごいですね。いやー、今聞きましたか？このラジオを聞いていらっしゃる方、高校卒業して岡山から東京に上京して、何かの就職ではなくて、もういきなりその芸能の道に行くと、この素晴らしいですね。いやね、本当にいい、まあ、いろんな人に、まあ、出会うとは思うんですけど、やっぱり出会いによって人生って変わるので、まあ、誰に出会えばこうなるし、この人に出会えばああなるしっていう感じですね。まあ、そこはちょっといい出会いになればいいですね。大丈夫ですか？飽きましたね。いや、何ですっけ、最初ズームでいろいろお話しさせていただいて、撮影の時、あ、そういえば撮影の前に上京された時にたまたまなんか会いましたよね、僕は。そうなんですよ。雨の日でしたよね。はい。で会って、どうでした、僕の印象は。ごめんなさい。大丈夫、はい。どうアリちゃん。いいのか。はい。ね、本当いや大丈夫ですよ。ね、たまたま偶然ね、上京された時にね、僕もたまたま時間があって、たまたまが何回もつながってあったんですけど、どういう印象でした？え、本当に思ってたより、うん、なんかすごい明るくって、うん、本当に監督さんだから私は厳しいイメージだったんですよ、本当に。うんうんうん。いや、ズームした時に明るい方っていうのを知れて嬉しかったんですけど、うん、実際に会って、あ、こんなに
明るくて優しい方っているんだなっていうぐらいに、ありがとうございますの方を応援してくださっていて、うん、そうなんですよね。僕もその映画監督を専門でやってるわけではなくて、まあ、今回出会いは奇跡っていう作品を通して、実はもう多分ひなこちゃんも知ってると思うんですけど、僕も初めての経験だったんですよね。もともと違うプロデュース関係の仕事、演出だったり、まあ、他の会社を持ってる関係もあったりして、多分そういう意味で思ってらっしゃる映画の世界、映画監督も厳しい感じでは全然なかったっていうでしょうね。で2回目会った時が撮影の時でしたもんね。はい、でしたよね。もう少しちょっとお花を必要お聞きしたいんですけど、まだあと8分ぐらいあるんですけど、その小さい時からモデルになるんだよということで、まあ、お父様とお母様にそういうの言われて、どんどん成長してきたというのをお話しされたんですけど、なんか他には趣味とか得意とかはありますか、エンタメ関係以外では。趣味だとものづくりなんですよ。ものづくり、はい。本当にモデルのお仕事とかも本当に大好きで、自分で写真を撮ったりするのが好きだったんですけど、小さい頃から、それに物を作ること、いや自分の頭の中で想像してそれを実際物にするっていうのが本当に大好きで、ですけど小さい頃、段ボールで自動販売機とかガチャガチャ作ったりとか。あ、すごい、なるほど。自販機とガチャガチャすごいですね。そうなんですよ。あとペットのお家段ボールで作ってみたりとか、でそれが今でも続いてて、今では一応服作ったりとかしていて、服ね、洋服ね、はい、もうドレス作ってます。手を動かすのが好きなんですね、ということは。そうですね。で特にも習字で、習字、1年生から中学3年生まで9年間習ってて、好きなのかな。ものづくり大好きな高校生で女優業、モデル業を目指して、なんか楽しそうですね。そうです。岡山、もう出身っていうか生まれたところも岡山なんですよね。そうですね、もう生まれた時からそこ。そこにいらっしゃるんですね。で、高校卒業して東京に上京するということで、最初お父様とかご家族皆さんとかですけど、なんて言いました？びっくりしませんでした？いや、本当に無理だろうって言われたんですよ。私、先ほども言った通り、私本当に家族愛だから離れたくないっていう、一人が寂しくって、はい、なかなか自分でも東京に行くっていうのが想像できなかったですし、お仕事もう学校も行かずに東京に行くっていうの結構な決断じゃないですか。すごい、すごいよね。それ1年間本気で悩んで、1年間ずっと考え続けて出した結果なんですけど、なんかもう自分の頭の中で別にどんな道に行ったとしても自分は生きて楽しんでいけるタイプなんで、なので頑張っていって、音楽でいきたいですし、いやー、なんか本当に楽しみというか、そうですね、まあ楽しみですね。もう卒業まであと今6月のこれ収録なんで、まあ約9ヶ月、8ヶ月か9ヶ月ですもんね。はい。ねえ、お友達とかも知ってるんですか、その、はい、今のお話は。そうですね、もう最初高校に入った時は自分からその女優業をしてるっていうことを言えなかったんですよね。けどこの人たちならしっかり応援してくれるだろうっていう友情ができて、やっと言えます。言えるようになったんですね。
で、あの、もう行ってらっしゃいみたいな感じで言ってくださるんです。もうまた旅行行った時泊まらしてねとか言いながら。へえ、なるほど。まあちょっとあの、まあ、親心ではないですけど心配というか、まあきちんとやってほしいというか、まあいろいろね、ちょっと私も思うところがあるので、まあそれはね、ちょっと対談中はお話しできないので。なるほど。あの、まああと少しなんですけど、その実際そのあの撮影現場で、まあ撮影多分20分ぐらいで終わったと思うんですけど、まあ「出会いは奇跡」の映画の、まあ、ほぼ最後の部分で、出る、まあ、役なんですよね、まあ、司会をする役なんですけど、はい、どうでした、その司会の役を実際やってみて。そうですね、まず私もともと本当に滑舌悪いんですよ。はい。あ、司会役本当にできるのかと思ってて、うん、で滑舌かと思って、まず滑舌練習をしたのが一番で。あ、練習したんですね、うん、はい、ここから滑舌だけじゃなくて立ち方とか、うん、あと私がまだ17歳っていうのもあって、うん、司会役ってやっぱりちょっと大人びてるよなと思ってて、うん、大人の女性っていうのを手に入れて、うんうん、あと YouTube なので、あの、うん、アナウンスをしっかり、うん、本当に撮影のギリギリまで私見てたんですよ。あ、そうなんですね、うん、まあ、すごい勉強なし、うん、目線が、あ、やばい、うんうんうん、喋り方とか目線とか、あと立ち姿、うん、っていうのを研究して、うん、しゃべりテンションだったり落とし方など全部真似するように、でそれなんか誰かに見ていただいたりしたんですか、練習するときは。いや、私あんまり見ていただくことがないんですよ。もう独学ですね、じゃあ自分で。だから演劇部の役者として出る時も、うん、本当に自分で練習して家でも一人でやって、で部活内で見てもらうっていうことが多くて、あ、そうか、演劇入ってるからですね。はい、あ、なるほどなるほど。いやー、だけど本当ね、片沼ひな子ちゃんですけど、あの今後もなんかそのなんか同じ名前で活動する予定なんですか。はい、片沼。あ、そうなんですね。じゃあちょっとこのラジオを聞いていらっしゃる方、まあ YouTube を見ていらっしゃる方、片沼ひな子ちゃんなので、もう本当皆さんね、本当応援していただきたいと思っておりますね。私は。はい、では今日はほんとね、可愛い17歳の高校3年生のね、ひなこちゃんでした。本当皆さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光ひとつ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を
分け合ったね、希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ、手をつなぎ虹の空に誓うよ、夢を抱きどんな時も信じてる。闇があるから星は輝くよ、雨が降るから虹が出るよ、どんな闇でも必ず明けるよ、希望と夢を信じていて二人で見て